プロスピエースガラポン打線企画。ルールを説明しよう。ピア隊のオーダーをルーレットで選ばれた選手のみでオーダーをまずは組んでみます。その選手が秘めている可能性を新たに発掘していくこの企画。そのオーダーでランク戦10勝しなければ次のオーダーにはいけない。現在このオーダーで8勝1敗。強い方来た。はい、どうも、はじめましたレイチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、ちょっとね、とある選手にスポットを当てた動画になってまして、まあその選手がね、ちょっとサムネになってるかどうかちょっとわかんないんですけど、ちょっとね、今ね、強い相手が来まして、で今ね、このオーダーでなんとかね、8勝1敗まで来てて、あと2勝すれば新しいオーダーに行けるんで、ちょっとね、頑張って、ちょっと集中してね、配球していきたいかなというふうに思います。さあ、頑張っていこう。とりあえず、外角のフォーク低めで行ってみて、よしよし、頼むよ。OK! よっしゃー、ワンアウト !OK、OK、OK、なんとか。で、一応ね、ちょっとワンアウト取ったんで喋ると、今回ご紹介する選手はですね、阪神の井上康太選手ですね。あー、危ねえ、びっくりした。で、今ね、ライトの方で、ちょっとね、守備置いてるんですけど、あのね、実はですね、今ね、突入までは一応ね、行ったんですよ。そう、もともと無突予定だったんだけど、でね、ちょっとね、井上選手ね、本当はね、動画にするかどうかちょっと迷ってた選手なんですよ。うん。取っちゃってくれないかな、無理。あー、ちょっと集中しよう、みんな。あ、一旦集中するわ。うん。いやー、どうしようかな、これね、今ね、中継ぎ陣もね、結構ね、疲労しちゃってる状態なんで、まだもうちょっと行こうか、さすがに。うん。いやー、ベスピ、いやー、頼む、酒井さん、なんとか抑えてくれ。正面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 、いやー飛ぶねー。9位もね落とされてるからね、しゃあないなーこれは。いやー頼む、松井裕樹さん、ちょっとなんとかね、ここ勝ち取りたい。いやー合格続く、まあ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 いいでしょう。でベストピッチのカットボールいって、よしよしよし、松井さんこれ抑えたら結構熱い展開的には。さあタイピンでね、タイピン出てる時のこのスラーブが結構強い。よしよしよし、これね、これね、意外とね曲がってくるんだよな、思ったより曲がってくるやんけってなるんよ。でスライダー、よし、よっしゃ、なんとか1点で抑えた。これは点取ろう。さあ、井上康太君で打つよ。あ、相手ジャリエルか。きつい。いや、どうなるかな。さあ、井上君、頼む、超プリヒ。いや、まあ、ミート39。まあまあまあ、ちょっと集中するわ。いや、ほらほらほらね、悪くない。頼む、履正社高校4番。いやまあ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 、しょうがないしょうがない、ちょっと集中しよう、マジで点取ろう、本当に点取る。頼むフォーク行ってこい。よーっしゃよーし、これは勝ちたい。今の負けるのはセンスないわ。いやー、今のは絶対勝たなあかん。うん。はい、というところでね、ちょっと仕切り直して、ちょっとね、あと2勝で、ちょっとね、頑張ってやっていきたいから、ギュッギュッ。ムキムキーということでね、対戦相手の方、よろしくお願いします。ということで、まあ今日はですね、まあ先ほど1打席の方終わったんですけど、まあちょっと井上選手の査定について、僕はね、コナミさんに言いたい。うん。さすがにひどすぎないか。だってさ、仮に、まあ、もしね、井上選手を査定をまだね、そんなに高くしたできないのはまあ分かる、うん、まあ、すごいそこまでまだね、1軍とかで活躍してるわけではないから、ただ、さすがにひどいぞ、うん、だってさ、履正社高校の4番で、ね、今後、阪神のクリーンナップを担う的存在になってくる選手なんだよ、で、Sマークを出すんだったら、まあ、さすがにもう少しステータスとか良くしてもいいんじゃないかなと思うんだよね。だって聞いてみんな、覚醒の浅野くんとか、ね、オコエ選手でもね、ミートを C 近くまであるわけなんですよ。でプラスしてね、井上選手もともとね、覚醒で出てる時ミート55まであるんだよね。うん、なのになんで S ランクで出たらミート50で5も下がんのっていう悪いことでもしました、井上選手がって思うんだよな。どうなんだろう。でもね、ここら辺に関してはね、しっかりとね、井上選手とかを、まあ、僕自身ね、ゴリゴリと見てるわけではないから、まあ、阪神ファンの方とかね、有識者の方教えてもらいたいけど、さすがにひどいと思うけどな。まあ、特能はいいわ。うん、超プリー片目打ち逆境でも。うん、でも、もうちょっとステータスね。あ、そんなことは言っとってもね、皆さん仕方ないので、まあ、今日のね、動画目標はですね、まあ、10勝することプラス、井上選手を僕が救います。ダハーイ2連敗、ここで2連敗は痛い。もう、すんごいナエポヨなんだけど、みんな。
もう2連敗はするわ。井上くんでヒットも打てないわ。ほんちょんちょんちょんまあいいでしょう。ちょっとね、ちょっと切り替えて頑張ってやっていきたいなというふうに思います。さあ井上くん、いや待って、井上くん今の誰、岸純也くんみたいな感じだった今、うん、さあ頑張って打っていくよ。 OK、 なんとかちょっとさ、俺一発でもいいからホームラン打ちてんだよな。それ阪神の4番をこれからね、4番っていうかクリーンナップをね担っていくような選手だと思うんだよ本当に。そうだよな、阪神ファンの人教えてくれ。いけ、よっしゃー、言っただろう、これなんだよ井上くんは。阪神結構若手ね、ね結構多いからね、いい選手ね。いやマジで頑張ってほしいな。しかも本当にね、俺見とったんだよ甲子園で井上くんが活躍するところ。あれちょうどさ、あれだって俺、あれなんかさ、あれ寺島さんの時だっけ、あっちゃう、何やっけ本当にお前見とったんかって言われるけど、じゃあ奥川くんからホームラン打ってる。そう、奥川くんから甲子園の時ホームラン打ってますね。さあ銀ちゃんが、おいでよくー、2打席目はそうか、固め打ち出るからねこれ。そういえばね、ちょっと余談になっちゃうんですけど、まあ今高校野球の話が出たんでちょっとあれですけど、あの高校野球みんな見てる？俺ねちょこちょこと最近ね地方大会見始めました、また、うん、またっていうか、うん、今年もでまあ一応ね、母校と僕が応援してる父ちゃんの母校の高松商業はね負けちゃったので、まあ、僕の夏はね終わってしまったんですけど、まあ愛知県をね結構メインで見てますね。さあボーリ君超えてくれ、ナイスー。でね今日ねちょうどね7月25日、今現在6時31分なんですけど、今日ね愛知県激アツのねカードがあるんですよ。愛工大名電 VS 共栄でプラス小尺対中京っていう、うん、試合があるんですよね。やっぱね高校野球はね、やっぱ見とっておもろいわ。あとあれだわ、山梨学院負けたね。うん、やっぱそういうことが起きるからジャイアントキリングすごいわ本当。毎年ね高校野球のこの夏になるとね、自分のね高校野球時代を思い出すんですよ。うん、まあ僕自身ね、春はベスト8まで行って、うん、僕はね控えピッチャーだったんですけど、そうで結構ね愛知県の中でも、まあ、それなりにちょっと、まあ、強いって言われてるような感じのチームだったんですよ。そうなんだけど、まあ夏ねシード権もらって、まさかの、うん、あんまりねこう注目されてない高校に初戦で延長で2対1で負けるっていう、いやもうね何が起きたか本当にさっぱりわからなくて。そうすごいさ、同級生もさやんちゃなメンバーがすごい揃っとって、結構ねワイワイする感じだったんだけど、負けた日のその龍泉寺の湯っていう温泉があるんですけど、そこに行った時誰も喋らない。もうね今でもあの光景を思い出すわ本当に。さあナイス、いいよ。まあみんなもね高校時代の思い出とかね一生の財産になると思うしね、またね何年後とかにこうね友達と会った時とかにすごいね思い出話でね盛り上がるんでね、うん、ぜひね今ね高校生活頑張ってる人はね頑張りましょう本当に。うん、いいっすよ。さあリュウくん、いいね。太田さん、いやいいね、乗ってる乗ってる。よしプルキー、井上くん2者連発いくぞ、2者連発、2打席連発。いやインコース来るんだ、マジか、いやマジか、いけー、ある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 よ井上くん、うおありがとうございました、よーしオッケーオッケー、ナイスアップ、よっしゃこれで9勝目よし、ラストここで勝って10勝でこのオーダーとおさらばしよう。さあということで本日最終試合ですね、頑張ってやっていきましょう。ということで相手ピッチャーメルセデスでね、名前が陳太鼓、うん、いや別に不謹慎ではないか陳太鼓はさあ井上選手いくよ。さあ超プルヒーお願いします。ちょっとねメルセデスなんとか打ち崩していきたい、集中 OK、 ワンスト、さあ外角投げてくるかな、いやマジかえぐ、いやーマジかボールか、くっそーそうプルヒが、ね、強化されたのはねすごい嬉しいんですよ。前より確実にプルヒは飛ぶようにはなったんだよ、うん、なんやけどねやっぱね扱いむずいね、外角を引っ張るっていうのは、まあ、普段流してる人はね結構難しいんですよ。ただねやっぱね使っとってねロマンはある、うん、やばいちょっと待って負けちゃう、うわー虎の呼吸テルワキ一戦イリュウク、うまいねリュウクめっちゃいいじゃん、逃げて、よっしゃ、さあこれスリーランで行こう、井上くん来い来い、まあ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  OKOKOK、 さあ集中しよう、
カンカン、ああプリヒ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 、あだだ外角来るかな、ちょっと外角来るか、インコース来い、インコース来てくれ、頼むインコース来てくれ、来た、いやマジかうわくっそ取り逃したな、スイカ取りこぼし、オーケー、いや外角来るかな、まあ、ヒットでもいい、最悪外角なら、いやいきねえな、ほら行ってこい、よーしナイスピッチャーということでね、ありがとうございました。なんとかねこのオーダー10勝3敗することができたんでね、また次は、新たなオーダーにね挑戦していきたいかなと思います。いや井上くんね、まあある程度打てれてよかったかな、また今後のね能力のね、上昇、そしてねプロ野球での活躍期待します。ガン